お腹を引き締めたい方は今回のプランクもおすすめです。はい、皆さんこんにちは、タートルです。本日の内容なんですけども、以前膝つきプランクを20秒間ねやるとしっかり効きますよというお話をしたんですけども、今回はその膝つきプランクの応用編になります。今回はバランスボールを使ってやっていきます。前回ですね、その膝つきプランクが体が持ち上がらないよとか、肘の位置を近づけてもいいんですかとか、そういったコメントがまあ来ました。で、今回応用編としてですね、バランスボールを使うことで腰が丸めて行いやすいです。腰をしっかり丸めることで腹筋により効きます。バランスボールを使うことによって負荷の調節ができます。少しね、肘を前にしたり後ろにしたり動かせれますから、負荷の調節が可能です。で、次にバラウンドさせることができるので、ボールをクックとね沈めることによってお腹にしっかり刺激を与えることができます。で、次に体を少し動かすことによってお腹全体を使うことが可能です。で、最後にしっかりお腹に効かせることができます。はい、デメリットなんですけども、まずバランスボールが必要です。次にバランスがいります。ボールがやっぱり転がってどっか行っちゃいそうな気もするので恐怖感が少しあります。最後に骨盤を後傾させてお腹を締めれないと腹筋に効きにくいです。要するに骨盤が前傾した状態だと腰が反れてしまっているので、その状態で行っても腹筋よりも脊柱起立筋の方に多く効きますから、腹筋に効きにくいと。なのでしっかり骨盤を後傾させることがポイントです。もちろん腰が丸まりやすいので後傾させやすく行えることもできます。で、結論的にはこの膝つきプランク応用編をすることでお腹に効いてる感覚が分かってきます。よく腹筋をしてもですね、お腹に効いてるか分からないと、そういった方ももちろん多いと思います。そういった方が、あ、お腹にだんだん効いてるとか、止まっとくのが辛いっていうね、腹筋に効いた感覚を身につけることができます。で、次にやはりお腹に負荷がいくと翌日お腹がキュッとね締まってる感覚になります。力っていうのはやっぱり使わないとどんどん衰えてしまってですね、お腹を抑える力もなくなってくるとお腹が出ちゃいますので、適度に20秒間ぐらい行ってお腹が痛いなと思うぐらいやると翌日お腹が締まった感覚で過ごすことができます。最後に体幹がつきます。体幹がつくことで姿勢が良くなったり、エクササイズにしっかり使う部分が効くという感覚が身につきます。ではやり方を紹介していきます。まず以前行った普通の膝つきプランクなんですけども、手を伸ばした状態でその位置に肘をついて膝とつま先で体を持ち上げる、こういう感じで体を持ち上げて20秒間キープというのを行いました。で、体が持ち上がらない場合はちょっとだけね肘を近づけてもいいですよというのをコメントで返信させてもらいました。これで少しね体が上げやすくなります。ですが上げやすい代わりに腰が反れやすいっていうデメリットがあります。で、今回はこれを使ってやっていきます。これで手をついてですね、手が肩幅より少し狭い感じです。これでコロ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 っと転がして肘をつきます。腰がこのように引けないように、腰を丸めたままで、お尻を締めたままで進んでください。これで辛い方は少しだけボールに体を預けてもいいです。ですができるだけ預けない方が効きます。ここからゴロゴロゴロっと伸びてですね、肘を前に出して床でやる膝つきプランクの感じでキープします。これでボールを下にクックッと軽くボールを押さえてください。そうすることで締めてるお腹にクックと負荷がいきます。これを20秒間一緒にやっていってもらえたらと思います。もちろんボールがない方はですね、床で普通の膝つきプランクをしてください。それでは20秒間やっていきます。はい、そして動かせれるというメリットがありましたよね。それはですね、
伸びた状態で少しボールをキュッキュッと左右に動かすことでこういう感じです。少しだけ横に動かすことでお腹の効く感じがやはり右左とねしっかり全体に効きます。少しやってみます。これでキュッ、あんまり動かしすぎるとね倒れますから少しだけキュッキュッ、こういう感じでお尻が出ないように締めたままでやってみてください。お疲れ様でした。今の最後の分はですね、この動かせられるという少し横に動かすことで通常の床ではできない負荷がバランスボールでは刺激を与えることができます。もちろんバランスがね悪いとまずキープできないと思うんですけども、しっかりバランスが取れればですね、腰も丸まりやすいですし、少し肘をね前に出す、少し引くっていうことを調節してもらえれば20秒間でしっかりお腹に効かすことができます。どうでしたか皆さん。これをねいつもやってるエクササイズなどにプラスをしてもらってやってもらえたらと思います。でもしね今回の動画が初めてって方はボールを使わない膝つきプランクの動画がありますんで、まあ、そちらをね最後にリンク貼っときますのでそちらでもう一回見てもらえたらと思います。頑張った方、勉強になった方、よかったらグッドボタンやコメントよろしくお願いします。 SNS されてる方はよかったらシェアしてください。いい情報というのはやはり皆さんに知ってもらいたいのでできるだけ拡散して協力してもらえたらと思います。今回もご視聴ありがとうございました。